4月に発生した熊本地震で通行止めになっていた阿蘇登山道路の一部が、平成28年9月16日、地震発生以来5ヶ月ぶりに開通しました。この日、午前10時から一般車両が通行できるようになり、通行止めのゲートが開けられると、早速観光客たちの車が山上へと向かいました。阿蘇登山道路の草千里展望所付近は、熊本地震で路肩が崩壊するなどして通行不能となっていましたが、片側交互通行ができるようになったとして、16日から通行止めが解除されたものです。阿蘇山上に東京からやってきた大学生たちは、阿蘇山に来られたのはラッキーと言いながら、白い噴煙を上げる中岳火口を眺めていました。阿蘇市では開通を記念してのセレモニーを草千里駐車場入り口で行い、観光客たちに観光パンフレットや阿蘇満喫クーポン券などを配りました。この阿蘇満喫クーポン券は割引などの特典があり、阿蘇市内の10の施設で12月31日まで使えるようになっています。なお、阿蘇登山道路が通行できるのは午前7時から午後7時までで、阿蘇市の防虫キャンプ場から阿蘇山上までの10キロとなっています。